マディソン軍の柱なんかと思ったらランタンだった。えこれやばいよ。えなんか声聞こえたよ。座の下でびっくりした。よくなんか病院とかの怖い話である感じ、あっち向いて二人で前ならえ。ニートです。今日も京都でインレースボットに来ました。まあ、ここ書いてあるんですけど、ラブホテルに来ました。で、まあ、いつもとメンバーが違ってね、今日はカメラマンがてんてんさんなんですけど、もう一人います。お願いします。どうも、チョコです。同じ作品入ってる。ということで、そこと持ってみます。来月から無職です。お願いします。リアル無職です。お願いします。ということでね、今回このラブホテルに来ました。マディソン郡の橋、広島市。佐伯区八幡川沿いのホテル廃墟、看板にハッピーランドと書いてあるため、ホテルハッピーランドと呼ばれることもある。このマディソン郡の橋は特にここで事件等があったわけではないようだが、霊が出ると言われ、一部で心霊スポットと言われている。心霊スポットとして有名な魚切ダムのすぐ下にあるのも影響しているのかもしれない。このマディソン郡の橋には男性の霊や老人の霊、また女性の霊が出ると言われている。ここのラブホテルはね、なんか事件があったとかそういうことじゃなくて、廃墟なんですけど老人の霊とか男の霊とか女性の悲鳴が聞こえるとか、なんかそういういろいろな噂があるんでね、とりあえず地下室があるっていうことと、建物の奥の階段で女性の声が聞こえるっていう、まあ、ことなんで、まあ、そこら辺ちょっといろいろしていきたいなっていう感じでいきたいと思います。じゃあちょっと行きましょう。早速行くぞ。おー初めてと。ピントが合わねえ。お前顔怖いな。暗くて顔見えねえ。怖っ。でこれ問題はこっちから入るか奥から入るかのあれだよね、違いだよね。えってかこれ何、ガラスが壊れて、あ、料理がなくなった。あ、休憩室みたいな。でも綺麗だね、なんかガラスが壊れて。確かにマディソン郡の橋。はい、じゃあこれ入り口で下行こう。とりあえず中の散策から行っていこう。お邪魔します。 3階か、ここか。あ、この階行こうか。3階。え、なんかそんなに広くないな。この前行ったラブフォトはしかも結構しっかりしてるわ、床が。あの、俺メインカメラ動かしておくからさ、写真とか頼むわ。ちょっと写真撮ってくださいよ、ここら辺。パラノマリ、いや、なんでもいい、広く撮れるから。何あの音、なんかヒューヒュー音聞こえたで今。なんか窓の下にあるんか、これ川だからね。あ、ここエントランスってことか。これで注文したのをなんか空気でプシュンって。あ、そんなの。あ、トイレ取っといてる。スタッフルームか。ここすっげえあれだな。あ、トイレ。うわ、気持ち悪い感触この。トイレ取っといて、ドラえもん。伸びたくん。ご丁寧にいるしな、伸びた。そう。に入ってこっちから、まあ、キモいな、ここのマットレスの感じ。影が怖えよ。なんかと思ったらランタンだった。え？これやばいよ。これやばいよ。なんであそこにくくられとんだと思う。くくる意味はないよね。しかもなんかあそこ赤いし。そこの奥誰か死んだんじゃん、落ちて。うわ、何の音今。誰か死んだんじゃん、落ちて。うわ、何の音今。ブーって言ったけど、なんかドア開けた。え、それとも俺の腹の音。あ、お前の腹の音か。なら納得すんねん。あ、本当だ、これなんか違う。狭っ。なんだここ。おぉ、人影。うわ、ファックファックじゃねえんだ。あ、人影。あ、めっちゃ低俗やったわ。これ撮ったよ。お、撮った。そんなん言わなくていい。興奮すぎやろ。おっ、え、なんか影が見えたけど。階段
これが階段か、上かな、なんか上で終わりってか言ってたもん。気をつけてね。窓はなんでこんなガラスは全部割られてんの。なんかにどれかに映っとったら儲けでしょ。そう、数打ち当たる。今ガチャンと落としてる。さっきからちょっと物音聞こえるよ。俺ら以外にいるんじゃない。俺らうるさすぎやろ。じゃあ、おじさんの部屋。俺ちょっと寒くしてる。ん？それた寒いだけだね。風かな。本当だ。まあでもこれおそらくやけど、普通のワンルームみたいにベッドがあってって感じやろね。でここに机があってソファーがあってみたいな。なに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 、怖い怖い怖い。テンポ落としたけど。何の音？分からん。何の音？あ、俺もさっきから聞こえてるんですよ。俺が最初に聞いた音や。パラノマリ、いや、なんでもいい。広く撮れるから。こんな感じ？お！何あの音？なんかヒューヒュー音聞こえたで、今。ここでちょっと面白いことやってほしい。怖さを和らげるために。え、プレッシャー。すごいプレッシャーなんだけど。なんか声聞こえた今。誰か来たの？ワンチャンあるよ。なんか声するみたいな。まあ有名やしな、ここ、うん、貝塚の無職が来るかも。それはほほーほほまあちょっと気になるところだけピックアップしていかないと。地下がね気になるからね、とりあえず。え、上ある。あ、本当だ、雪が残ってる。すごっ。うわ固まってる、ガチガチ。いやでもこれ危ないよ、これ取れてるから結構高い。結構高いよこれ。あーらしたいよセックス、座の下で。びっくりした。なに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 。うわ、ほんとだ。取った取った。これやば。でか。一番怖いよこういうのが。ほんまで。まあ多分ほぼ同じだろうから、ちょっと下の方を目指していくか。とりあえず 3,4 階は行ったってことですよ。屋上の恐怖ポイント、でっかい蜂の巣ね。こっちも入り口だね。お前ちょっと写真撮っといてよ。俺も入る。てか2人で入るこれ。真相で撮る写真じゃない。地下ってどこだ。なんか特にピックアップすべき場所がねえから、どうしようって。動画的にどうしようよ。1階のところが地下だと思ったんだよ。あ、そうかもしれない。どんな感じですか。マジマジやっとるー。血で何かをし、ちょっと怖い。もうなんかもうこういうなんかシンプルなやつが一番怖いわ。広？え、なんでこんな広い？ビップルーム的な感じか。じゃあ妖怪体操するならここやね。うん。あ、こっち音全く聞かない。空気変わった。なにここ、なんかすげえ音聞こえねえじゃん。ね、じゃあちょっと、あ、喘ぎ声がすごい人の真似お願いします。オッケー、いきます。うわー。あ、ちょっとさ、真ん中ぐらいでちょっとそれやってよ。で、俺らちょっと外側でさ、その喘ぎ声聞こえるかちょっとやるわ。5秒後ぐらいにやって。5秒あのね、一言だけね、言うとね、寒いとね、怖さってなくなるね。あそこ、あの布のちょうど顔が出てくるところでこう、顔出してる。あれ、行きづらいんだな。マジ床の上に行けないけど。ちょっと…ベロン。マジなんか聞こえてるよ。何をベロン呼び出しようみたいな。え、聞こえた。分からん。ピンポンみたいな。ベローン、うん、それベローンじゃないの。え、違う、うん、あのファミレスとかになるやつ。じゃあ妖怪体操やりますか。あ、ちょっと俺ね、一つね考えたことがあって、妖怪体操の次を担うものを考えたんですよ。これアリゴリズム体操なんじゃないかなって思ってさ。アリゴリズム体操、アリゴリズム体操、心霊スポットハッピーランドで、こっち向いて二人で前ならえ、あっち向いて二人で前ならえ、こっち向いて二人で前ならえ、あっち向いて二人で前ならえ、へえを
危ない、頭を下げればぶつかりません、手を横に、あら危ない、頭を下げれば大丈夫、ぐる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 、パッチンパッチンガシンガシン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 、吐くのが深呼吸、吸って吐くのが深呼吸。アルゴリズム体操終わり。アルゴリズム体操終わり。一人行く？行きます？どこまで行こっか。じゃあそうしよう。じゃあ3回を一人ずつ一往復してくるってので、なんか長るかもしれんしないかもしれない。順番どうする？じゃんけんで行く。はいよ、じゃんけん、じゃんけん行こう。じゃあ俺一番目行くわ。はい、はい、ここでシュッ。やめ。じゃあ取りやな、行ってまいります。危険やったらちょっと叫んでね。どうなるんだろうね。そうだね。音以外に心霊現象あった？あ、なんかでも顔が見えたね。顔が見えた、うん、どこで？4階の登ってすぐぐらい。登ってすぐの窓とか？窓じゃなくて、あの廊下の奥。あ、入ってあの照らしてみたらってことか。ボサボサ部屋のおばさんみたいな、結構高身長だったね。それをね、多分ね、あの奥の部屋からで俺見たかもしれないです。おっ、えっ、なんか影が見えたけど。階段。あ、これが階段か。こっち行く。よくなんか病院とかの怖い話である感じなの、うん、虫かね。いや、多分誰か歩いてるでしょ。あ、死んだだけか。うん。何？これ、店員さん戻ってきたら一回車に戻って落ち着いた方がいいかもしれない。怖いから。うん。もう心臓がやばい。危険やったらちょっと叫んで。かかった。確かに。ちょっと。道を間違えました。見てきた、戻ってきた。よし、お疲れです。何かあった？特に何もなく平和に過ごしたい。平和に過ごした、うん、じゃあ行きまーす。今から突入します。あ、なかなかね、雰囲気ありますな、うん、こういうとこ来ると実際営業中のラブホ入ってみたいですね。まあ一緒に入る人いないんですけど、彼女っていうよりセフレが欲しいですね。このとんでもないことを言っていた。なんだ、ここから出てくる。あ、部屋が入るから出して帰ってきたってこと？奥の階段行った？行った。早い。結構怖かったね。怖かった。一人だとね。じゃあよし、じゃあやっていくぞ。こっちだったっけな、全然覚えてないな。なるほど、このマットか。あれ、このマットは？とりあえず部屋的にはこんな感じです。こうやってマットがあるんですよ。いや、なんかさ、他のビョンビョン跳ねるんだ。マリオか、ここは。おっと、ここはなんかちょっと光ってるね。光ってる。フィーバーオン。トイレ行きたい。なんか階段で女性の声が聞こえるとか言ってましたけれども、普段からの行いが悪けりゃ聞こえるってことなんですよ。いや、てか普通にトイレ行きて。なんか トイレしたい時にトイレをさ、こう見るとトイレ行きたくなるよね。そういうところがね、ありますよね。これなんかもうホラーゲームとかでも定石的な感じするけど、まあ逆に何もなかったら困るからな、みんなな。いや、引っ掛けただけ。このマットレスの山は何なんだ一体。うわ、びっくりした。あー、びっくりした。光がびっくりした。ここもう入り口か。一人で探索を行うアギト、道を間違えて静止する背後に一瞬謎の顔が。これは一体何なのだろうか。はい、というわけでね、ハッピーランドでした。心霊現象的なものがあったとしたら、編集の時に多分気づくんで、そこでちょっと見といてください。光る未来を。
壁っていうかガラスが入ったところを照らしたら、うん、誰もいないなって見える。